キョキョハロー YouTube、カンボジアに来てます。カンボジアです。来ての通りにサッカーショップ来てるんですよ。で前回ねカンボジア来た時いろんな動画撮ったんですけど、サッカーショップで撮った動画が一番伸びてたんです。もう45万再生ぐらいいってて、で今回も来ました、はい、で今回のカンボジア遠征なんですけど、いろんなスポンサーさんまたついてくれてるんですけど、はい、まあ、スフィーダさんとか、もう一個あのフットブーツっていうね、まあ、チームマギーガの炎上がやってるんですけど、はいはいはい、彼もスポンサーついてくれてるんですよ。この袋持ってきたんですけど中すっからかんなんですよね。だから靴買いに行こうと。でカンボジアのスパイク前買ったんですよ、はい、めっちゃ良くて、え、偽物なんですけど僕が一番履き心地が良くて、もうカンボジアのスパイクが忘れられなくなってるんですよね。だから今日も爆買いしたいなっていうふうに思ってます。潰れやすいんじゃないんですか。いえいえいえ、めっちゃいいですよカンボジアのスパイク。裏ね普通硬いんですけど日本のスパイクで、うん、ふにゃってなるんですよ。あかんやろ絶対あれが良くて、だから今日もそれが欲しいんですよ。だからまずそもそも首都のスポーツ大きいショップなんですけど、そこでもまず偽物が売ってるんか確認したいんですよ。日本でいうカモらしいから。カモっすね、うん、出てないカモ。偽物が売ってるか偽物か確認しに行くんで行きましょう。行きましょう。こちらの動画はご覧のスポンサーの提供でお送りするんですよね。ええ、うわすごい、すごい、もう買うの決めた。めっちゃすごいやん。 There are a lot of football shoes。 いっぱいあるって。もうてかもうモレリアとかも、え、これ陰茎のやつ、陰茎のやつがあったりとか、折り紙、折り紙のやつがあったりします。で、新しいモレリアネオのこの白のやつもあります。これもう最新ですよ。すごい、すごい、これ絶対本物だって首都やもん。辻元のやつもなかった。りょうくんのやつは手前の方になかった。お、俺の最新のマキリア。おお、かっこいい。すげえかっこいい。これが何円やろ。$32。134,500円だ。絶対本物っす。絶対ちゃうで。すげえ、万超えるんやから。これかっこいい。見たことない。チップ。辻元のはこれ。あ、ちょちょちょ、あの、あ、ほんまや、これや。エヴァンゲリオンみたいなやつ。すごい。え、待って、絶対にしてもらえ、それ。りょうくんが履いてるやつと全然ちゃう。デザインが全然ちゃう。待って、絶対。でも僕は本物のだと思ってるんで、恒例のフットブーツさんの炎上に電話します。あ、なるほど、はい。おはようございます。今大丈夫ですか。今大丈夫です。お、もうサッカーショップ着いたんですけど、はいはい、今回あの首都の大きなスポーツ屋さん来てるんで、日本でいうカモです。はい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 。じゃあ今からあの見せるんで本物か見てください。いきまーす。これ、はい、はい、これどうですかね。これあのマキリアですね。え、すごっ。めっちゃマキリア売ってるんですか。マキリア売ってます。の折り紙の城とかがあったりとかね。え、折り紙の城売ってるじゃない。すごっ。すごいですよね。で、梅ちゃんのやつがあったりとか。なんかちょっと色が違う。はい、めっちゃどうですかこれ。金色の森リアネオ。金色の森リアネオ。俺絶対これ買おう。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいですよね。見たことない色の森リアもあるし。これ全部本物ですよね。結構今カンボジア電波悪くて映像乱れてるんですけど、めっちゃ偽物。そんなことないでしょ。ほんまっすか。ここカモなんで本物もあるはずっす。偽物もあってもさすがに。りょうくんのやつとかは絶対本物っす。りょうくんのやつあるっす。新しいカラーですね。はい、あ、新しいカラーなんです。これどうっすか。値段とかもだってちゃんとしてるっすね。それ値段なんも多いっすね。5,000。映像めっちゃぼやけてるけどアッパーおかしくないっすかそれ。バレてました。サッカーボールコーナーにバレーボール置いてるの。え、セルヒオラモスのこんな色ある。世界未発売の。エンジョ君26センチでしたっけ。あ、すいません、止まりました。え、着きました。エンジョ君26センチですね。あ、やっぱカンボジア今回もまだちょっと偽物がはびこってますが、こっちの人はその偽物やと思って売ってるんちゃうんですよ。本物やと思って売ってるんですよ。あ、そういうことね。
はい、別に騙したろうとか思って言ってるわけじゃなくて、でカンボジアのそのプロの選手も偽物の履いてるっていう現実がありまして、でも偽物のスパイク履いても僕マジでいいプレーしてたやんか。カンボジアでプレーした方がいいってことですか。本物の気持ちでプレーしたいんで、だから今日も買います。僕爆買いまで爆買いします。どれかをでもほんま見たことない。俺何モリリアネオ3やろ。めっちゃかっこいい。サンマやん。ツヤツヤ映ってるこれ。ツヤツヤめっちゃツヤツヤ。青魚やん。いや水野で行くのそこは。水野っすよやっぱり。それは言っといた方がいいと思う。なるわこれ。これなるから。これの27いくか。これジャパンサイズ25センチが23って書いて、前めっちゃちっちゃかったもんな。うん、ちゃんと履くのあれしといた方がいい。水野豊富やな。でも水野が今来てるんやカンボジアで。アシックスないな。ない。日本で言うとアンブロアシックスないっすね。ちょっと前より悩むな。おい何にしてんねん。あそれすごいな。これめっちゃ軽いね。ちなみにこれおかしいって。危ないよ。阪神タイガースあるやん。いやこれかっこよない。うん、トラガラ。 Excuse me, Do you have 27 centimeter?I thought it's taller. Ah, only? Yes. This one has more size. 水の人気なんかな。人気なんかな。そもそも置いてないとか在庫。うわ懐かしい。サイズは？前は27か25とか言ったやん。ぐらいって言ってたな。27が27。これは。本物ってことじゃん。こは毎年買う大麺。今思ったら前もあれや。あ、そうや、置いてるやつや。そうや、俺が今間違えてたんや。前もストックなかったってことは、これやって27あんねん。俺これにしようかな。はい、だから27探そう。足でかいね、冒険。あ決めました。僕これです。おお、なんかちょっと可愛い感じ。可愛いですね。日本にはないです。海外限定です。とこっち赤円剣の、折り紙のやつの、見たことない色ですね。これも本物です。両方、はい、本物じゃないけど、ね、本物じゃないですね。歯茎みたいな色をしてます。服も待って、審判の服ある。レフリーの服売ってる。フィファ運搬に買って帰ろうかな。シティの服が4ドルセットで。4ドルって。安すぎや。バルサの服が4ドルセットで。安すぎや。How much? $65. $3.こっから何してくれるの。変わらんかった。ここに出てるのと変わらなかった。65ドル。ていうか、アリアのこっちの人あんま喋らへんな。うん、シェムリアップの人めっちゃ喋ったのにな。うん、10から15足、1日。ってことは、330ドルより300から450ドルぐらい。うん、シューズで売り上げる。マンチェスター、シティ、レアル・マドリード。It's not a club.ああ、でもボーボーは something like カンボジアンブランド、カンボジアのロゴ。Mostly we can sell the I mean、はい、the blank like this. No any sponsor, no any logo club. Yeah. オリジナルのユニフォームこの形で。こっち系の方が売れてるんや。作ってるんやな。それで売れてるってことね。My old brand. I mean my shop brand. Really? Yeah. このショップのブランド。ああ、なんかヒマラヤとかにあるみたいなノリって。ヒマラヤで、ヒマラヤのショップ、ヒマラヤの服みたいな。このショップのだからホームスポーツのだから HS って書いてるんですよ。なんで俺こんなんわかんねん。HSHS Yes. ホームスポーツ Yes. How many home sports shops are in Cambodia? We only locate here. Here? Yeah. Only here? Yeah, only. あ、1店舗や。1店舗展開でブランド自分の作ってるのね。すごっ。 What is the most expensive goods? Expensive. How much? Around $60. $60? Yeah. It's for the Cambodian league. Yeah, for the all season. なるほど。だって書いてるわ。おすすめします。どんな天候にもってわざわざ書いてる。すごい。これが most expensive. This shop 一番高いよと。I wanna buy this.Free? 無料なんだって。え？Please give me. Free for you. Really? Thank you. おくん。え、こっから取っ、take? Yes.
え？So, I take you for it. Oh, thank you. 欲しいって言ったらくれた。Oh! Thank you. いただきました。カンボジアのリストバンドとカンボジアのヘアバン。めっちゃいいよ。嬉しい。I'm glad. おくんちゅら。アディダス。まあ、先日ですね、スポーツショップ行って、そこで全部の靴が、まあ、偽物だったんですけども、アディダスの正規ショップがカンボジアの首都にあったんで、ここでの売ってる靴は本物なのかを検証というか調べたいなっていうふうに疑問に思ってます。これ嘘やったらもうやばい。そうですね、どっちだと思います？視聴者さんにも問題です。アディダス正規ショップで売ってるのは本物なのか偽物なのか、どちらにかけますか？偽物。僕は本物にかけたいなというふうに思ってます。それじゃない、じゃあ行きましょうか。中に許可をもらってます。でも何周で分かるよね。コパや。コパ。おえい。すごい。これは分かるもん、僕値段が。これだって日本やと2万3万のやつですから。グレードに合わせて。そうそう、今久保竹とか入ってるやつ。はいはいはい。なんと値段が書いてます。答え。本物です。$248。本物。カタカタ。本物。すげえ、だから本物売ってるわ。こういうところには本物がある。本物売ってるんや。$248やから。3万ちょい。ってことはユニフォームも本物やだから、ミランとかマーニュとかの。いや、スタンスミスとかなんもない。スタンスミス2枚で1万5000ぐらいでしょ。うん。お。本物$112です。112。そんな変わらんの？変わらないですね。本物でした。あ、炎上君に電話しよう。本物かどうかアディダスショップ見て分かるのか、炎上君がすごいのかを検証したらいいか。そう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 、だから人間にまたスポーツショップ来てますって言ってアディダスに来てるってことは言わずにしたらいいか。そう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 。お疲れ様です。今行けますか？はい、大丈夫です。撮影します。お疲れ様です。はい、今スポーツショップ来てるんですけど、コパがね、コパあるんでちょっと見てもらっていいですか？あ、わかりました。ちゃんとしたサッカーショップですよね。はい、ちゃんとしたサッカーショップです。どうですか？はいはいはい。どうですか？これ普通のじゃないですか？え、偽物じゃないですか？どうですか？いや、え、これ本物じゃないですか？普通に。どっちだと思います？本物だと思います。すごい。正解です。あ、ほんまだ。ちゃんとあなたはちゃんとスパイク屋さんでした。カンボジアでも本物も売ってますんで、正規アディダスに来てます。あ、よかったですよ。これで見破られへんかったらちょっと職業アウトやな思ってたんですけどね。危なかった。ちなみに横にいっぱい売ってます。結構売ってるっすよ。仕事が仕事なくなるじゃないですか。でもカンボジアの偽物の方で僕入荷しとくんで、フットブーツで一緒に下ろしましょうか。入荷って言わないでください。入荷とは別なんですよ、あれ。あ、そうなんです。ではそんな感じです。危なかったです。引き続きフットブーツをよろしくお願いします。背負ってます。僕背負ってますんで。背負ってます。スポンサーです。今回のカンボジア遠征のスポンサーでございますから。ありがとうございます。本当ありがとうございます。いつもスポンサー様ありがとうございます。え、そっちって日本で今暖かいんですか？あ、めっちゃ。え、先輩やんな。スポンサーで先輩。今カンボジア代表が明日の試合に向けての最終練習してるんですけども、ゾウいいっすよ。ゾウいい。行きましょう。行きましょう。本番。うわ！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 うわ